みません、お時間いただいてありがとうございます。私、科学技術振興機構という国立研究開発法人から参りました、国際部の寺南と申します。本日短いお時間なんですけれども、少し当機構 の新しいですね、研究支援プログラムについてご紹介できればと思っております。よろしくお願いいたします。はい、本日こちらの会場は民間の方ご所属の方も多いかと思いますけれども、少し研究のところについてお話しできればと思っておりまして、先ほどお伝えしたように新しいプログラム、研究支援のプログラムを立ち上げたとお伝えしましたけれども、その背景についてなんですが、近年ですね、日本の研究力、いろんな研究分野があるかと思いますけれども、分野によってはその研究力が低下している、低下傾向にあるということが指摘されています。その結果ですね、最先端研究の国際ネットワークという、コミュニティがあるんですけれども、そういったネットワークへの参入、日本の研究者がそういったネットワークに参入していくことが難しいということが指摘されるようになってまいりました。こういったそのネガティブなインパクトがある一方でですね、この2点目ですね、昨今ですね、地政学的な変化というのを受けて、科学技術力の高い国々、例えば、米国や、欧米、ヨーロッパの、諸外国ですね、そういった国々において日本と連携を評価していく、連携していくことが重要なんではないかということが、改めて評価されるといった動きが出てきました。こういったこのネガティブな状況と、ポジティブな状況を踏まえてですね、こうした機会を踏まえて、改めて、当機構ですね、国際頭脳循環、国際共同研究を強化していこうといった、取り組みを行っています。で、国際頭脳循環というキーワードですけれども、なかなか聞き慣れないものも、キーワードかと思うんですけれども、日本側から研究者が海外に行って、海外でそこで研究をして、知識や技術を学んでくると。で、さらにそこで学んだ研究者が日本に戻ってくるといった、この日本から海外、海外からまた日本に戻ってくると、そういった人の循環を国際頭脳循環というふうに呼んでおります。こういった国際頭脳循環と国際共同研究の強化をしてまいりたいということで立ち上げたのがこちらですね、先端国際共同研究推進事業、少し長い名前なんですけれども、英語の名前でアスパイアというプログラムを立ち上げました。で、このアスパイアによってですね、一つ目ですが、優秀な若手研究者の科学技術先進国への渡航や、海外からの若手研究者の招聘や、トップレベルの国際共同研究を通じて最先端の研究開発につながるネットワークを構築する、そして将来的には国際的にその研究分野をリードしていく研究者の育成に資する研究課題を提案を受け付けるといったプログラムを開始しております。で、具体的な公募内容なんですけれども、この公募枠というのが3つございます。1つ目はトップ研究者のためのアスパイア、で、2つ目はトップチームのためのアスパイア、そして3つ目が次世代のためのアスパイアとなっております。で、1つ目と2つ目はですね、計年間ですね、約1億円、5年間のプロジェクトで最大5億円の支援をさせていただくといったプログラムになっております。で、この3つ目ですね、次世代のためのアスパイアは3年間のプログラムとなっておりまして、最大で3年間で9000万円の支援をさせていただくといったプログラムです。で、研究分野としましては、こちらですね、まず7分野ございまして、半導体はじめ AI 情報や通信、そしてマテリアルといった、皆さんのテーマと重なる部分もあるかと思いますので、こういった広く分野を設けておりますし、対象国としましてもアメリカや EU、 イギリスやドイツといった海外との連携を受け付けるプログラムとなっております。
すごく駆け足となっておりますけれども、先週ですね、6月の6日からすでに研究の提案が結合開始させていただいておりまして、8月の17日まで研究を受け付けさせていただいております。で、書類選考、面接選考が今年度のうちに開催されるというふうになっております。で、詳細は専用のウェブサイトを設けておりますし、担当者も当グループにおりますので、必要に応じてコンタクトをしていただければと思います。私ですね、発表は後も会場におりますので、何かご質問あればお声掛けいただければと思います。はい、ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。